1月15日の誕生日コデマリについて、花言葉、優雅。優雅、コデマリが優美で繊細な花姿を持つことから、上品で優雅な美しさを表現しています。その優雅な特性が花言葉に反映されています。品位、コデマリが花を咲かせる様子が上品で品格があり、その特徴が高貴で品位ある美しさを象徴しています。特徴、1月15日の誕生花、コデマリは東アジア原産の常緑低木で、日本でも見られます。小さな白い花が棒状に集まり、繊細な花姿が特徴的。葉は丸みを帯び、艶があります。寒冷地にも耐え、庭園や公園、路地などで観賞用に広く栽培されています。またコデマリは葉の形状が得意で、四季折々で風情を楽しむことができる植物です。日本の伝統庭園や茶室の庭などでよく見られ、その穏やかな雰囲気が庭園を彩ります。庭木として親しまれ、美しい姿勢と緑の葉が日本の風物詩として重要な存在となっています。